FM 京都、株式会社 FM 京都、FM 京都は京都府を放送対象地域として超短波放送、FM 放送をする特定地上機関放送事業者である。愛称はアルファステーション、アルファステーション。コールサインはジョカフ FM。コミュニケーションネームはアルファステーション FM 京都。単にアルファステーション。 京都アルファーステーションと呼ばれることが多い。開局当初から翌年4月の改編前日までは、FM 京都の名も全面にしており、ジングルでも FM 京都と歌われていた。ここ最近は FM 京都の名前も放送等で使われることもある。またアルファーステーションは、アルファステーションとも書かれる。開局から数年間は、アルファイコール。 心地良さをコンセプトに24時間ワンフォーマット編成を採用しており、一定時間ごとの番組は存在しなかった。ただし一定時間帯ごとにゾーンを設けており、新聞のラジオ欄にはこれが番組であるかのように掲載されていたが、実際にはゾーンの切れ目をまたいで音楽がかかるのが状態で、あるほど通天に過ぎず、時間通り放送されることはなかった。当時は DJ のことも、 エアパートナーと呼んでいた。かつては、宮津市にある複合商業施設宮津シーサイドマートミップルにスタジオを持っており、不定期で週末番組の公開生放送も行っていたが、2016年7月16日の JAC トップ40公開生放送を表終了し、スタジオは撤去された。2005年度までは、京丹後市の京都府農業公園丹後味わいの里、 当時からも定期的に公開性放送を行っていた。放送時間は日曜深夜、月曜未明24時5時のメンテナンスタイム、2010年9月から2011年6月は日曜深夜、月曜未明1時5時を除いて5時の24時間放送、2010年3月以前は2時5時だった。ただし、 1993年4月から1995年3月は3時6時だった。旧社屋の北山時代は、アプテモット 8100A というアナログ機を使用していた、ためその機器独特の音質だったが、カラスマ市場、古今カラスマ移転に伴って、オムニアマイナス 6FM というデジタル機更新された。多少音質の変化はあるものの、以前の機器の設定を引き継いだ音質になっている。 開局当初は、ノルウェーの歌手、シリアが歌う、京都ウィンドという曲を、ステーションソングとしていた。その後、2年目は、勇気勇気、生まれ変わる瞬間、時から、ベリバミードリーム。3年目には、中西安氏の、言葉で言える愛と続き、後に編成されるアルファー、イメージアーティストプログラムへと繋がっていく。独自に番組を制作し11年連続で、京都、 滋賀エリアで聴取率シェアが第一位である2004年12月時点。ただし、同局の聴取率調査は他局とは異なった調査方法を用いているため他局の調査結果と単純比較をすることは注意を要する。また、京都三条ラジオカフェを運営する NPO 法人京都コミュニティ放送が2005年4月に行った調査では 京都府内民放局のみを対象にした、聴取率は32.9%を計上し、2位の KBS 京都ラジオの約3倍を記録した。京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県の5府県が放送エリアになる。企業、団体の名称、個人の肩書は、当時のもの、出典、以下のケーブルテレビで再送信されている。エオコーテレビは、 近畿地方全域で再送信。最新の番組表は http://fm-kyot.jp:/timetablee スラッシュと同ページからリンクする各番組の番組情報ページを参照。開局当時は dj のことをエアパートナーと呼んでいた。以下の記述は開局から翌年の改編まで。 2009年4月、全体の70%にも及ぶ大開閉を実施し、多くの番組が終了した。2015年4月1日より、アーティストやキュレーターアイコン集団を DJ に迎え、好奇心旺盛で、本質を強く求め、こだわりを持つ京都人をリスナーから排出する京都人プロジェクト推し。これは、 2014年4月に開始したラジコ .jp プレミアムで聴取するエリア外、番組にもよるが、関東や北海道などからも頼りが届いているの、リスナーの増加がある。そこで、従来からのリスナーが離れる覚悟をしつつ、放送局のコンセプトまでも一新する、勝負、に出た。これに伴い2015年4月改編では、 2009年4月改編を上回る80%の番組を実施し、アーティストや音楽プロデューサーが担当する番組の大幅な拡充を実施した一方、いわゆる情報番組やリクエスト番組の放送時間短縮、さらにノン DJ 番組の大幅な拡充が実施された。アルファーステーションで放送されている生活情報のコーナー、番組の合間に入れられる。 詳しい放送時間は番組表を参照のこと。また、テーマラインとして、ガール。京都のイベント情報を伝える。DJ が読んでいたが、現在、平日については、ラインキャスターが読んでいる。アルファーステーションは、基本的に、全時間帯において、自主制作であるが、自事他局とのコラボレーションや、同時編成、他局番組をネット受け、送りを行った例もある。 キス FM 神戸が独立局であった頃は、不定期ながら共同で番組制作を行っていたことがある。例えば、1994年4月には、NAC5 との間で FIS、FIS という番組交換システムが導入され、ミッドナイトロックシティ、ジャパニーズドリームなど、NAC5 初の一部の番組をネットしていた時期、あった。逆に、アルファーステーションからは、 ミッドナイトブレスが供給された。数年後、同社制作のラジオ X を一部時間のミネット受けしたこともある。2006年11月3日の10時から15時59分までの6時間、KBS 京都ラジオとの共同企画、京都ラジオデーを実施。アルファーステーションと KBS 京都ラジオが同じ内容の番組編成を両局同時放送という、 FM と AM の垣根を越えた特別番組を放送した。これは、アルファーステーションの開局15周年と KBS、京都ラジオの開局55周年を記念した企画であった。アルファーステーションからは、佐藤博樹、茂山千三郎、森夏子、谷口清子らの人気 TJ が出演し、KBS 京都からは、森谷武雄、 村上優子ら同局のアナウンサーや森脇健治、梶浦梶子などの人気 DJ が出演した。この間のニュースは、KBS 発の京都新聞ニュースが、KBS のジングル付きでそのままアルファーステーションでも放送された担当は、梶原誠アナウンサー。交通情報と、天気予報も KBS 発だったがアルファの BGM を使用し、天気予報は、ラインキャスターの百兆秀夫が、 KBS に出向き担当した。CM もアルファーステーション、KBS とも差し替えなしで同じものが流れた。なお、KBS テレビで事前に放映された番宣 CM は、KBS テレビとアルファーステーション双方に出演中の谷口清子が担当した。2007年も、9月24日の10時から16時までの6時間、e c o と題して、環境と文化をテーマに放送され、 放送にはグリーン電力を用いて行われた。ゲストは堀ちえみほかが出演した月曜日の放送のため FM 大阪、現 FM 大阪でレギュラー番組のある谷口清子は出演していない。なお、2006年の放送時に両局は同一地域に本社を置く AM 局と FM 局が同一番組を権益規模で放送するのは日本書としていたが過去に 同様の前例がいくつか存在している。1991年7月の開局から1994年頃まであったスポンサー制度。ステーションスポンサーは平日のオンエア内では季節のジングルと共に一社が読み上げられ、その後その CM が放送される。週末はクルーシン京都45の各々のパートをある一社が独占提供する形をとっていた。 提供する時間帯は毎月シャッフルされていた。平日のホリデースペシャルではその時の全ステーションスポンサーが共同提供していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。